はい、こんにちは、116ウィンズです。プレーオフは LCS まで進み、いよいよ来週末からはワールドシリーズが始まる MLB、 それも終わるとオフシーズンの到来、ストーブリーグの始まりです。ここ2年間の FA 市場は大物選手が割と多かった影響か、大型契約もバンバン決まり、市場の勢いというものも感じたところですが、今年の冬も史上最高の FA 選手といっても差し支えないであろうエンゼルスの大谷翔平選手が市場に出てきますので、そちらに特に注目が集まりそうですよね。ということで今回はポジション別に大谷選手も含めた2023年オフの FA 市場の注目選手をご紹介していこうかなと思っています。はい、まずはキャッチャーから順に見ていきましょう。昨年はウィルソン・コントレラスという注目選手が一人いたキャッチャー市場ですが、今年は目立った選手はいない印象で、今季の成績で言えばゲイリー・サンチェス、ミッチ・ガーバーあたりが上位というやや寂しさも感じる市場。サンチェスは昨年オフに FA となるも、契約にこぎつけたのは今年の開幕直後となかなか苦労しましたが、パドレスに加入してからは72試合でホームラン19本、 OPS7 割9分2厘と平均以上のバッティングを見せ、守備面も悪くなかったことから、この冬は複数年契約もありそうかなと。ガーバーも今季レンジャーズで87試合ホームラン19本、 OPS8 割7分とバッティングでインパクトを残し、打線を強化したいチームには魅力的な選択肢となりそうですが、一方でガーバーについては今季 DH での出場機会が多く、さらには故障歴も加味するとキャッチャーとしてどれだけ計算できるか少し不透明ですね。その他実績のある選手で言えばヤズマニ・グランダルなどもいますが、今季ウィンザーボリプレイスメントがマイナスであること、来季が35歳のシーズンであることも考えると過度な期待は禁物でしょうか。続いてはファーストとサード市場、注目選手はやはりサードのマット・チャップマンでしょうか。平均以上の打力にゴールドグラブ級の守備と攻守に貢献が望める選手で、今季のベースボールレファレンス算出のウィンザーボリプレイスメントは 4.4 と高水準です。総額1億ドル台後半の契約が期待できそうですが、三振が多く確実性に欠ける打力のせいで、過去4年間 WRC プラスが120を超えたシーズンはなく、また2年連続プラチナグラブ賞を受賞した当時と比べて守備も少し落としているあたり、今のウィンザーボリプレイスメント4近辺が天井である可能性もあり、大型契約にあたっては少し怖さもあるかなと。ノンテンダーから今季キャリアで初めて20本の大台に乗せて復活を印象付けたジェイマー・カンデラリオあたりも複数年契約への期待も高そうですかね。ファーストでは今季見事に復活のシーズンとなったコーディ・ベリンジャーがウィンザーボリプレイスメントの面ではトップですが、彼はセンターをソリッドに守れる点、市場では外野手として評価されるでしょうし、ファースト要員として獲得するにはかなり高くつくかもしれません。その他の注目選手で言えば、膝前十字靭帯断裂の大怪我でレギュラーシーズン全休となったリース・ホスキンスは怪我明けという点に不安は残すものの、2022年30本打った長打力は魅力ですし、38歳にしてまだまだ打力健在という印象のジャスティン・ターナーもおそらくプレイヤーオプションを破棄して FA になると思われるため、短期的な打線のアップグレードの選択肢に入ってきそうですかね。続いては二遊間市場、ここ2年間注目選手目白押しだった二遊間ですが、コンフは一転してほとんど目星い選手がいません。今季のウィンザーボリプレイスメント上位で言えば、ソラーノやアダム・フレイジャーがトップの選択肢というのはなかなかに厳しいです。総合オプションが破棄されるであろうウィット・メリフィールドなんかもいますが、成績の面ではやはり物足りなさを感じるところではあります。なのでバウンスバック読みということにはなってしまいますが、一番注目したいのはティム・アンダーソン。ホワイトソックスが来季の1400万ドルのオプションを行使するかかなり微妙なところで、まあ、今季ウィンザーボリプレイスメントがマイナス 2.0 と悪い意味で衝撃的なシーズンでしたので、それは仕方ないかなと。とはいえ2019年から4年連続で打率3割オーバーのハイアベレージをマークし、打てるショートとして活躍してきただけに、もし市場に出てくるのであれば、今季の二遊間 FA の選択肢の少なさも相まってバウンスバックにかけるチームは出てくるかなと。この他バウンスバックという意味では、2022年にウィンザーボリプレイスメント 4.2 を記録したアメット・ロザリオなんかも同様に復活への期待込みで獲得するチームは出てくるでしょうか。続いては外野手市場、一番の注目はファースト市場でも少し名前が出ましたが、コーディ・ベリンジャー。2019年に MVP を受賞してからは全く成績が振るわず、ついにはドジャースからノンテンダーも受けてしまいましたが、今季はパワーとコンタクトのバランスが改善し、130試合で打率3割7厘、26ホーマー WRC プラス134、コンタクトをより重視するスタイルにシフトしたせいか、打球関連の指標は例年ほどではなかったですが、センターもソリッドに守ることができ、28歳という若さも踏まえますとかなりの人気物件となりそうです。キアマイヤーは今季33歳にして打撃がリーグ平均程度に戻り、さらに相変わらず超一流のセンター守備も相まってベリンジャーに次ぐウィンザーボリプレイスメントを記録。チームへの貢献の高さの割にはおそらく値段はそこまで高くならないはずですので、特に外野守備を安定させたいチームにはうってつけなのかなと。ルルデス・グリエル・ジュニアは好不調の波はありながらも、今季キャリアハイのホームランとウィンザーボリプレイスメントを記録し、レフト守備でも大きなプラスを稼げる点、非常に多くのチームの興味を集めそうですし、今季はややダウンイヤーであったものの、本来は市場でもトップレベルのスラッガーであるテオスカーヘルナンデスも打線のアップグレードを目論むチームにはフィットしそうでしょうか。
このほか韓国球界からポスティングされる見込みのイジョンフは韓国時代の活躍、さらには25歳という若さもあり、ポテンシャルも含めて高く評価するチームは多そうです。続いては DH 市場、当然ながら大谷さんが DH に限らず、コンフ全 FA 選手の中でも最注目選手なわけですが、ここまでご覧いただいて分かる通り、野手の FA 市場は全体的にここ2年間と比べると小粒な印象は拭えず、野手でインパクトある FA 補強したいとなると必然的に大谷さんを取るしかないような状況です。というか単純に打者としてだけでも135試合でホームラン44本、 WRC プラス180の化け物ですので、打線補強したいチームが彼を選択肢に入れない理由がありません。肘の手術が FA 契約にどのように影響するかは心配されますが、それでも大谷さんがスペシャルな選手であることに変わりはなく、あえて短めの契約を結ぶようなことがない限りは、総額4億ドル、5億ドル、史上最高規模の契約になることはほぼ間違いないでしょう。その他の選手で言えば、しれっと今季 WRC プラス138を叩き出したブランドンベルト、ドジャース再生工場を経て今季33ホーマー、WRC プラス135と復活を遂げた JD マルティネス、こちらも36ホーマー、WRC プラス126と復活を印象付けたホルヘソレアもいたりと、実はパワーヒッターが意外と揃っている DH 市場です。ここからはピッチャーを見ていきますが、野手市場と比べて今年の先発投手の市場はなかなか選択肢が多い印象です。今季のウィンザーリプレイスメント上位の選手で言えば、2度目のサイヤング賞受賞はほぼ確実な状況であるブレイクスネルは最高のタイミングで FA 市場に出てくる感じで、制球面に当然不安はあるとは思うんですけれども、ボールが一級品である限りはエースクラスの活躍は十分見込めるはずですし、同じくキャリア最高クラスの1年を送って市場に出てくるソニー・グレイのゲームメイク力を高く評価するチームも多いことでしょう。決してエースというタイプではないながらも、抜群の制球力で特にレンジャーズ移籍後チームを牽引し、ポストシーズンでもチームを勝利に導く投球を続けているジョーダン・モンゴメリーはここ数ヶ月で一気に市場の評価を上げた印象はありますし、クオリファイングオファーの対象外である点でも魅力でしょうか。そういう意味ではおそらくタイガースとの契約からオプトアウトするであろうエドワルド・ロドリゲスについても再度大型契約を手にする可能性は十分ありそうですよね。今季復活のシーズンとなったマイク・クレビンジャーもどんな契約を手にするのか期待したいところですし、クレイトン・カーショーの去就にも注目が集まりそうです。先発市場の注目選手まだまだ続きます。現日本球界最強投手にして年齢もまだ25歳と若い山本由伸選手はポスティングされる見込みですが、コンフの他の FA の先発投手で言えば評価的にはスネルと同格か、あるいはそれ以上の評価を受けそうで、総額2億ドル以上の契約を手にする展開も十分ありそう。 DH 市場ですでにご紹介した大谷さんは来季ピッチャーとしては全休予定ですが、2年後以降先発として計算したいチームは多いでしょうし、今季はまた少し成績を落としてしまったものの、2022年にウィンザブリプレイスメント 5.9 を叩き出し、毎年安定したピッチングを見せてくれるアーロン・ノラ、夏場のトレード以降振るいませんでしたが、本来は上位クラスの先発であるルーカス・ジオリと、抜群の制球力を誇るカイル・ヘンドリクス、バウンスバックにかけるのであればルイス・セベリーノやジャック・フラハティ、フランキン・モンタスなど全体的に選択肢が多く、先発投手の動向には特に注目したい冬かもしれませんね。そして最後はブルペン市場、一番の契約を手にしそうなのが今季61試合で防御率 1.28、 打球関連の指標もほぼ文句のつけようがないジョシュ・ヘイダーですかね。1億ドルを超える展開も十分ありそうですし、プレーオフのような短期決戦でもヘイダーの制圧力は光るはずで、コンテナーのチームを中心に間違いなく興味を集めることでしょう。今季の貢献度という意味でヘイダーに劣らない活躍を見せたのがヘクター・ネリスで、おそらくプレイヤーオプションを破棄するものと思われますが、複数年契約で3000万ドル前後の契約は得られるのかなと。5月中旬以降はほぼ文句なしのパフォーマンスだったレナルド・ロペスも、勝ちパターンを強化したいチームにはいいオプションとなりそうですかね。その他のクローザー候補ないし勝ちパターンで活躍しそうな選手で言えば、なんだかんだで今季またオールスターに選出されるだけのレベルに戻してきたクレイグ・キンブレル、制球面に大きな不安を見せながらも往年の制圧力が戻ってきたアロルデス・チャップマン、平均100マイルオーバーの意味不明な進化を操り、夏場のトレード前は以前よりも三振も奪えるようになっていたジョーダン・ヒックスなんかは、27歳という若さも含めて市場で高評価を得ることができるのかなと思っているところです。ということで、ポジション別にコンフの FA 市場注目選手をざっと見てきましたが、過去2年ほどに野手に大物選手がいない印象ですよね。FA で野手補強があまり望めないため、今年はトレード市場も昨年よりは活発となる展開もありそうかなと。一方で先発市場は選択肢が多く、こちらは非常に賑やかな冬となりそうですが、今年の冬はどんな冬となるんでしょうかね。今から楽しみです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。